素晴らしい。この船こそ我の求めていた純粋なルフィ。美しい、美しい、美しいアスラ。あの女をトゥルが失ったからこうなれたのかい？ これは出現だったかな。そういえば気候にはまだ話していなかったね。12000年前、そう、彼アスラが反逆者として処理された時、我はどこにいたと思う？そうだね、 ミスラ様を保護したのが一体誰か、ここまで言えばわかるよね。<笑><笑>そうだ、ヒコーラの大事な女を殺したのは我だ。<笑> つまらないね、もっといい顔が見られると思ったのに。元より知っていた。<笑>そうか、実の妹のシオリ大二か。なるほど、さすがデウスも惚れ込む一番の中堅。
身の内より湧き上がったものは、身の内より湧き上がったものは、バカが自身の体が壊れるのも厭わずなお、奴は我が敵。 ここで滅びようとも構わぬはず。だが俺の体は、俺の魂が奴を死なせるなと叫んでいる。 今ひとたび俺の拳の声を聞け！ you
俺は信徒に戻ってやるべきことがある。貴様はあがき続けてみせろ。やさ、お前は。しばし眠る。七聖天のやさはここまでだ。自我を取り戻し、デウスの元に向かったアスラ。しかし、デウスとすでに交戦している者がいた。相入れない二人が拳を重ねる。大義、信念、怒りが交差し、それぞれの思いが今、激突する。